から行くような通りのね、左側のさ、そうですね、お化けモーテルね。でもあんまり慌てふためてなかったよね、うん、お子さんね。なんか横横道覆面ベンツにご注意くださいだって。え、ベンツで覆面がいるの？そんな贅沢を許したくないですね。だからさ、軽自動車かなんかにしてくんないかね、なんかね。軽自動車だって160キロぐらい出るんじゃないの？そんな出ないのかな？出ないんじゃないかな。そうなんかね。やっぱりエリートなんだろうな、ベンツの覆面乗るような人って。こう、辞令が出んだろうね。どうなんでしょう。今日から01号車を担当してもらうって言うんです。いや、01号車はベンツだぜとか言うんです。俺、これ使用で使ってもいいですかとか言うんです。覆面だからこれ使用で使っちゃったんですけどいいですかとか言うんです。ダメにつく決まってたらバカとか言うんです。ベンツデカとか名乗ってんだろうな、自分。絶対届いてますよ。あ、間違えました。命日でした。命日ね、うん、絶対届いてるに決まってるじゃないですか。届いてないわけないですよ。でもその日に限らず、あの、常に思い出してあげてくださいよ。すぐそばにいるんですから。ありがとうございます。母は急死しました。倒れたその日に亡くなりましたって。あー、ね、その思い出ってさ、ずっと持っちゃトラウマになっちゃうかもしれないですけどもね、その辛かった日っていうものを乗り越えて、お母さんがありし日のなんか素敵だった時のことをずっと思い出しててくださいよ。早友さんの YouTube も見ています。勉強になります。素晴らしい息子さんですよ。いや本当ね、でもね、僕の方が多分ためになると思うのでね。早友の1回につき僕の10回ぐらい見てもらうとバランスシートが取れるもんですからね。弱小なんで僕の方もよろしくお願いいたしますよ。最近早友くんの偽物のアカウントがいるみたいですね。そうなんですよね。あいつはあのツイッター公認マークの青い印がピュッというのが、なんだろう、つかないんですよね。なぜかあいつよりフォロワーさんが少ない人でもついてる人はついてるんだけど、あいつの場合ついてないんでね、多分ツイッター側に嫌われてんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。だいたい嫌われるようなことばっか言ってますから ね、時としてね、ねじ曲がった性格が表に出る時があるから、ピュンっつってね。バットボタンは人気がある証拠です。そう、なんかアンチとのバランスがあってね、あのアンチが いる人の方が人気があるっていう話らしいよ。なんか、ね、なんかそうなんだって。そういうもんなんだと思うと、まあまあ偽物が出るってことはメジャーになったってことじゃないの？まあそういうことですね、うん、そういうこと、そういうことだけど、なんかそれでね、なんかこう、なんだっけ、オンラインサロンの勧誘したりだとか、なんか口座番号を聞くような
こともやられたみたいな人がいるみたいでさ、うわそれはちょっとだいぶひどいって犯罪なんでね、多分吉本の方に多分言ってると思いますので、あの偽物だって思ったら関わらないで、それについて早友になんか変な質問する人がいるらしいんですよ、いましたとどう思いますかみたいなの、それがまあ個人的にはお気持ちはわかるんですけど、殺到するとあいつむっちゃくちゃになっちゃうんで、また問答無用で切っちゃってくださいね、うん、それをお願いいたします。まあ僕もツイッターで配信してるけどさ、うん、とにかく切ることが先にしてくださいね。早友さんの頭の回転が早いですね。 YouTube も見ますがためになるお話ばかりですね。時々私なんか何言ってるか分かんないんですけど、そうためになったねーとか言ってね、ふんふん、おいては子に従いでね。でも可愛いですよ、やっぱり親子だなって感じる時があるね。さっきの、あの早友の突然の LINE とかさ、うん、ああいうのでね、ああ心がつながってんだなって思うね、うん、あいつも何気に俺の YouTube、あの Twitter 見てんのかもしれないけどね、うん、今日は娘の誕生日なんです。おめでとうございます。おめでとうございます。やった、ハッピーバースデーカミニスター。でも外食どこにも行きませんって。いや本当だよね、バースデー特典のあるこの出前 UberEats とかそういうのないんですかね。ねえ、そういう玄関の前でさバイオリン弾いてくれるとかさ、うるせえって。パパさん娘におめでとう言ってくれてありがとうございます。いやいや、おめでたいじゃないですか。誕生日はおめでたいです。ねえ、誕生しちゃったんだよ、だって、うん、誕生してくれたのよ。ほんと嬉しい。こんな嬉しいことはないよね。ねえ、本当だよな、うん、私の娘は誕生日に産んでくれてありがとうと毎年言って私を泣かせてくれるのを楽しんでいます。いや、いいですね、素晴らしいお嬢さんですね。素晴らしい。僕なんか反抗期なんかね、俺は産んでもらった分くれて頼んだ覚えはないのってね。そんなこと言ったことない。そしたらうちの親がこの口が言うのかって口をピッつって、ごめん、わー、悪かった母ちゃんごめんって、そんなことばっかりでしたよ、なんかね、ね、うん。